英国赤十字社は、イギリスの赤十字団体。国際赤十字組織に参加しており、人道的支援を行っている。さらに、1050カ所の不動産と700台の車両を保有している。英国赤十字社は明確な活動目標として、世界のどこであろうと、最も必要としている人々に対し緊急援助を提供する、模範的なボランティア団体であることを目指している。 そして、危機における希望の印を理念に掲げている。英国赤十字社は1870年に設立され、1908年の国王エドワード7世の直挙によって認可を受けている。その後1923年に国際赤十字赤新月社連盟に加入した。世界の赤十字社の中で9番目に承認された。 英国赤十字社は一つの慈善団体として統一が図られてきた。その過程で1997年に定官が改定され、女王エリザベス2世による新たな直居が1998年1月に与えられた。同時に定官と新規管理システムも合わせて実施された。組織再編以前は組織上道者の各支部はそれぞれ独立した慈善団体であった。 本社の理事会及び、支部、地区、文句評議委員会の選挙は年に1回行われている。英国赤十字社の運営については、理事会が責任を持ち、8つの地域それぞれから選出された理事と有識者や技術者から選ばれた7名、計15名によって構成される。方針の承認については、理事会が取り扱い、実施上責任を持つ幹部及び、 幹部会と密接な連携が行われる。理事会は少なくとも年6回、幹部会は2週間ごとに開催される。ロンドンの本社では約290人、英国全体では約2600人の職員が働いている。うち職員の4分の3が女性である。英国赤十字社には44000万4千人のボランティアと約2500人の参助会員がいる。 主な活動としては大きく分けて人道的価値の普及や促進、緊急災害救護、対策の2つである。緊急救護と対策英国赤十字社の救急車、英国赤十字社は同国における救急搬送を担っている。地元、地域、全国レベルで統合緊急計画調整に対する積極的な参加と援助を行っている。 救急法講習救急法の普及啓発に努め、受講を用意することや、個別講習を行っている。さらに、政府の方針に働きかけることによって、全国的に救急法の能力を高めている。安否調査と赤十字通信災害によって離散した家族や人々に安否調査及び赤十字通信による仲介を行っている。英国赤十字社では、アフリカ、インド、 中東、中央、東ヨーロッパ、そして NIS 諸国への支援が優先的に行われている。また、バングラデシュ、エチオピア、モザンビーク、ナイジェリア、ロシア、シエラレオネ、トルクメニスタン、ウガンダの赤十字社、または赤新月社と共に開発協力事業を行っている。特に専門分野として、活動戦略作成、公衆衛生、災害対策、 人道政策立案、組織能力強化、他団体との協力関係構築がある。ありがとうございます。